どうもこんばんは。特化塾の久保です。今日はですね、リラクゼーションサロン和願瀬さんの対談になっております。健康と癒しというテーマでお届けしたいんですけども、まだね15分ほど予定時間には間がありますので、今少々お待ちください。で、今日はですね、和願瀬さんとどんな話をするかっていうと、やっぱり健康と癒しですからね、和願瀬さんの専門の分野ということになります。非常に楽しみな時間だなと思うわけですけども、これからね和願瀬さんの方も来ていただけるようになると思いますので、あとねもうちょっとお待ちいただければと思います。それではですね、一旦失礼します。オーディオの方じゃない、ビデオの方をミュートさせてもらいますね。どうもこんばんは。改めまして速稼塾の久保です。今日は9月17日でございます。今日はですね21時からリラクゼーションサロン和願瀬の院長、和願瀬さんの院長さんでね、影山さんとズーム対談を予定しております。あと3分4分くらいでスタートするんですけども、私の方はね一歩先につないでおこうかなと思います。で、1分前2分前ぐらいになると影山さんが入室されるのかなと思いますし、あとマイクとねカメラの方もちょっとミュートを解いていただいて、まあ実際に対談をしている風景でね皆様にご覧いただける、まあそんな感じになっております。今日のテーマは健康と癒し、特に50代からどんなことに気をつけていけばね健康な体を60代や70代に持っていけるのか、そして私たちはどんなことをね自分自身の癒しにして生きていけばいいのかってことです。ほっとけば人生は老病死別、悲しいことや辛いことばかりでございます。それから気持ちがへしゃげたりとかね、モチベーションがどうしても上がらないと、やる気にならないと、将来が不安だと、嫌なことがいっぱい押し寄せてくるんですよ。だからこそ私たちは癒しってものを求めるんでしょうね。人によっては可愛らしい女の子、アイドルのステージを見て癒される方もいます。人によってはお金をね手に入れて、もしくはお金を使うことによって癒されたっていう人もいるかもしれません。もしかしたら格闘技をやってみたりとかね、若い人がブレイキングダウンみたいに荒々しい声を自分の思いの丈をね込めて戦わせることによって、ゲージの中で燃え上がる若い命に対して癒されるのかもしれませんね。それは一つの代謝行為、自分ができないことを誰かにしてもらうっていうことなのかもしれません。あとそういった意味で言うと、映画を見たりね、テレビドラマで感動して涙を流したり、怒りに震えてみたり、またカンフー映画を見て体をカッカカッカさせてみたりとかね、まあそういうふうなことも代謝行為として私たちの癒しになるのかもしれませんね。いやでもそう考えると不思議ですよね。癒しってのは柔らかい雰囲気とか穏やかな状態に身を置くってこともありますけども、ものすごく攻撃的にねボクシングを見たりとかね、ロッキー、こちらの作品を見てカッカ来て癒されたりとかってあるんで、必ずしも穏やかなことがイコール癒しになるわけではなくって、汗をかいてね興奮することで癒されるってこともあるのかなと思います。まあでもね、どうですかね、私はねやっぱりこう恋愛にすごく癒されるってことはありますね。私は家庭持ちっていうかね、奥さんおりますんで、やっぱり見るたんびに癒されますね。まあ、そういった意味で子供もそうですし、家族ってのはね、癒しにつながることが多いかなと思っております。それじゃあ影山さんにつないでみましょう。いかがでしょうか、影山さん。おいでませ、おいでませ、ていただけてるでしょうか。これかな。はい、声が聞こえておりますね。こんばんは。今日はどうもよろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。はい、影山さんね、朝のライブ放送、はい、私も拝見するようになって、はい、しっかり見慣れた風景がドンと来たんで本当になんかその続きみたいな感じで違和感は全くありません。影山さんの方はご気分いかがですか。少しちょっと、緊張しております。はい、ありがとうございます。
こちらのライブ対談は明日早速ねアーカイブに上がると思いますので、だいたいいつもの様子だったら100再生前後にはなると思うんでね、その中から影山さんの放送の方に移っていただけるかもしれませんので、今日は楽しみながらもちょっとその辺をね、ぜひ私の視聴者さんの中から影山さんのファンもこう狙っていくような形でやっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、はい、になりましたんで予定通り対談始めさせてもらいます。今日のテーマは癒しと健康、特に50代の癒しと健康でやっていきたいと思います。はい、まずは影山さん、自己紹介をよろしくお願いします。はい、僕は滋賀県大津市瀬田に住んでおります。そして仕事はリラクゼーションサロン和願瀬の、まあ、店長というか、そちらを経営させていただいております。うん、で、そうですね、趣味とか言っていったらいいんでしょうかね。はい、ね、趣味は、まあ、結構その広く浅くというか、本当は深くしていきたいというところもあるんですけども、結構浅いかなと思うんですけども、ここは久保さんと同じような、趣味になると思うんですけども、映画鑑賞ですね。映画鑑賞をこうしております。まあ、映画館に行くこともあるんですけども、だいたいこうネットフリックスとかですね、Amazon プライムビデオとかね、その辺をこう見てこう楽しんでるかなと、こう空いた時間でちょっと見させてもらったりこうしてる。あと、まあドラマ、その辺も一緒ですね。あと、まあ小説とか、うんうん、漫画とか、その辺もこう読んだりしています。で、そんなに詳しいわけじゃないんですけども、それなりに楽しんでるかなというところですね。で、あと、まあ趣味の話をちょっと続けさせてもらうと、あと登山ですね。これは去年からちょっとさせてもらってて、させてもらっててって、そんなに、言うほど数をやってるわけではないんですけども、そのちょっとこう、お客さんの影響で、そのお客さんはもう一人でね、こう富士山登ったりとかですね、あとその一人で山の中でそのテントを立てて、それで一泊して次の山に行くみたいなことをこうされてるぐらい、こう、そのいろ深くこうされてるんですけども、そのお話を聞いててですね、その、まあ、一人でも楽しめるっていうのが、うん、いいなと思って、それからちょっとこう、登山をちょっと興味を持って、でこう何をしたらいいか全部お聞きしてですね、そこからこうやるようになりましたね。うん、登山に関してはそういう感じですね。あと最近ちょっと夏なんでやってないんですけども、サウナにこうちょっとこう行く、サカツですよね、ちょっと流行ってますけども、うん、それに行ってこうなんかこう脳がリフレッシュするような、そんな感じがあります。で、よく言われるそのサウナの中と水風呂と外気浴、このセットを3セットぐらいこうするのを、だいたい週に1回ぐらいこう行くような感じですね。で、夏はですね、ちょっとこう行く前にも暑いんで、外がだからもうサウナいいかなっていう感じで、ちょっとその辺を最近してないんですけども、またこう秋ぐらいからこうさせてもらおうかなというふうに思っています。うん、ほんで、一番のね、こう趣味としてこう最近こうハマってるというか、そういうものがですね、飲み食べ歩きを、一泊でするっていうことですね。うんうん、で、友人がね、ちょっとこうそこまで離れてないんですけど、大阪とか、兵庫県とかその辺にこう住んでる人がいてですね、そこのこう近くのホテルを借りてですね、ほんでその友人と休みの日をこう合わせてですね、ほんでこうちょっと行って、昼からこう飲んだり、食べたりこうしながらこう楽しむということをします。これをするとですね、かなりこうリフレッシュできるかなという感じですね。まあ、自己紹介としてはこんな感じかな。はい、はい、いろんな分野に関心を持ちということで、はい、サウナっていうねキーワードが出たんですけども、実は私もね、はい、サウナ大好きなんですけども、はい、私の住んでるところにサウナがないんですよ。そうなんですね。以前ね、広島市内の方にいたんで、それこそ歩いて5分10分のところにサウナが2軒3軒あったんですけども、はい、今はもう随分と田舎に住んでますんでね。でそこで思いついたのが、夏場車がサウナってやつがねできるんですよ。そうなんです。うん、車の中熱くなるでしょ。はい、だそこでねシートを引いて、そこに濡れても大丈夫なようにビニールを引いて、でその上に
バスタオルを置いてですね、で寝そべっていると、まあ本当にサウナになるんですよ。で汗をしっかりかいた後で、すぐ水風呂に入って、でまたもう一回温まりたいなと思ったらまた同じ状態のサウナに行ってみたいな感じでね、これワンボックスカーでもできますし普通の乗用車でもできるんで、なんかやってる人がいるって聞いたんですよ。で、確かにできそうだなと思ってたんで試してみたら結構ね快適でお手軽なんですよね。で車が汗まみれにならないように工夫さえすれば手間もかかりませんし、まあガレージから自宅のお風呂行ったり来たりなんでね、結構面白い趣味だなと思って今年やってみましたけども、ちょっと僕初めて聞きましたね、その車サウナっていうのは初めて聞きました、ね、いやできるんじゃないかなと思ってたんですけども、こう YouTube いろいろ見てたらねやってる人がいるっていうのでその人の体験を聞くと、あ、随分簡単だなと思ってやってみたら本当に簡単だったんでね、私みたいにこうサウナが近くにないよって方は、まあ、苦し紛れでやってもいいのかなっていうところでございますね。はい、あと映画っていうのも同じ趣味で出てですね、この前ご紹介いただいた、ロストケアでしたっけ、あれはすごくいい作品だったんで私も考えるところがあってすぐにね感想動画を何本か撮っちゃったんですけども、なんか一部怒りみたいなのが湧いてきてね、こういう風な映画が出てもしかしたらこういう世の中来るかもなっていう風に結構リアリティがあったんで、いつの間にこうなっちゃったのかなと思うとね、なんか誰に対して向けたらいいのかわからない、この転落した日本に対する焦りとか怒りが出てきて、俺もなんかできないかなとかね思っちゃったもんです。はい、ありがとうございます。いろいろとまた作品の方ね、若瀬さんの方からも教えていただく、まあ院長って呼んだ方がいいのかな、今のところまだね影さんって呼んだらいいのか、なんか今のところしっくりきてないんですけども、それはちょっともうちょっとお時間をください。まあ院長って呼んだり影さんって呼んだりねするかともしませんけど、まあでもね映画の方紹介いただいて私もすごく刺激を受けましたので、これからもいろいろ情報交換しながらいい作品をね語り合っていきたいなと思います。ありがとうございます。それではね2つ目の質問に移るんですけども、はい、今回ねこういった対談に至るきっかけ、まあ私の方がね対談1回してみませんかって誘ったのが直接の理由にはなると思うんですけども、そもそも私のこととかね、まあ私が運営してる速稼塾みたいなのを、まあどういう風な経緯で知ることになったのか、その時期ときっかけみたいなのがあったらちょっと聞いてみたいなと思うんですけども、いかがでしょうか。久保さんの、存在を、こちらでこう知ったのはですね、だいぶ前になるんです。正直、その、うん。で、だいぶ前に、なんかね、吉谷さんって、はい、思うんですけども、よく出されると思うんですけども、うん、その方の、なんか、有料コンテンツの、うん中に、久保さんの、動画があって、はい、それでその久保さんの存在は知って、うん、ということで知ってはいたんですけども、うん、でこうYouTube のこう番組とかねそういうのされてるのは知ってて、そのまあ見たり見なかったりっていう感じでこう言ったんですけども、うん僕がちょっとねコロナ禍を経験してですね、その自宅店舗をやってた時にどうしてもそのコロナなんでその、うん、やっぱりご来店がだいぶ減るとか、うん、そういうことを経験したときに、うん、そのお客さんとこう接客っていうかそういう施術とかしてこう会話するのすごく楽しくて、今もその面白いというかその楽しい、なんていうんですか、こっちもこういろいろこう刺激を受けたり気づきもらえたりいろいろあるんですけども、でそれはしたいんですけども、そういう何か影響されるものがあるじゃないですか、その、はい、その時の、うん、で好きやとすごく不安定になるし、それをもしかしたら続けられなくなることもあるというところで、うん、そういうのに影響されないその収入を、うん作る必要があるし、それはしていかないとそのなんか生き残っていけないって言ったらちょっと大げさかもしれないんですけども、そういうのがあるかなと思った時に、その久保さんのライブ動画朝5時半からされてると思うんですけども、はい、そのライブ動画の、5時半っていう時間にライブでは見れなかったんですけども、はい、チャンネル登録もしてたんで、その動画がそのお知らせで来るときにそれをこう僕が見てたときに、うん、なんとなくこう見てたりこうしてたときはあったんですけども、うん、その一回その
直接その見てる方がその得をする情報をこう流しおられた、それを詳しくこうしっかりとその情報としてこう流しおられた時に、それを見た時にその文章一回止めてもう一回最初に戻って最初から全部メモしていったんですね僕、はい、これは自分に当てはまる可能性があるもんやっていうのを全部メモしていって、それがそのまあ補助金とかねそういういろんな情報やったり、はい、それをこう、もう一回自分の大津市のあれに自分に当てはまるかどうかって言ってこう調べていって、まあ当てはまるやつと当てはまらないやついろいろあったとあったんですけども、はい、でこういうねこう有益な情報をこう出しておられるね、そういうまあ配信やったんでちょっとこうしっかりこう見ようと、で、うん、おじゃんの時間は僕は走ったりしてたんでずっと、うん、見られなかったんですけどアーカイブで見ようと言って楽しみの僕の一つになってたんですけども、でこう、見させてもらってメモしてメモして、うん、これこうかこれこうかってこうやっていってた時に次にその FX の話がこうたまに出てきてたんですよね、はい、で、あ、FX でそのちゃんとやり方を間違えなければ、はい、その勝てるというかその収入としてこう考えられるもんだということをこう発信された時に、はい、あ、そういうもんなんだと。でもその FX って僕の中でやっぱり怖いというか、なんかその、うん、そういうイメージがすごくあったんで、うん、そのどうかなと。でこう久保さんはしっかりこう10年でしたっけ、なんかその結果をずっと出しておられるので、はい、そのおっしゃら直接その、メールアドレスがありますよね、そこで聞いてみようと、はい、その時もちょっと、こう聞いていいのかどうかとかで、ただまあまあなんかあかんかったかんでいいかなと思って、まあ一回聞いてみようと、ほんで自分の状況はこうで、FX のそのプロというかそういう稼げるようになるためにはどうしたらいいですかっていうことと自分の今の現状をこうお伝えして、でそこからこうお店をやってるっていうことを自宅店舗でしてるっていうことを知っていただいて、それからこの対談に行った形ですね、はい、流れです、はい、うん、ありがとうございます。そうなんですよね、やっぱこう影山さんからきっかけをいただいて私もメールを読ませていただいてね、あのまあ日々いただくことはいただくんですね、いろんな方から、うん、でもやっぱりそれぞれきっかけとかペースっていうのがありますから、とりあえず連絡したけども返信をして何日か後にある、もしくは何もないっていうの中でやっぱりこうすごくキャッチボールが進んだんですよね、うん、すぐにこういったことをされてるってことが分かって、私もすぐ検索してお店の確認をしたりとか、だったら影山さんに有益な今自宅店舗っていうのがねライブでできないかなってすぐに思ったんで、そのテーマで話してみたりとか、ホスティングのことも私なりに自分がやってきたこととやろうと思って温めておいたネタをなんか放送することによって、まあ、影山さんにももちろん伝えたいんですけども、同じように自宅店舗で集客になかなかたどり着けてない方にこう、まあ、いい情報が伝えられないかなと思ったんですよね。だからやっぱり結構ねこのモデリングっていうか具体的な人を想定すると発信がすごくしやすいんで、実は私もかなり影山さんとの出会いには助かってるんですよ。あ、影山さんみたいな商売をされてる方はどんな情報を欲しがってるかなってやっぱり毎日今考えてますし、実際自分もそれをやってるわけですから自分がやってうまくいったことは伝えたいなと思いますね。まあポスティングってのがね、昨日2本ぐらい動画を上げさせてもらって、まだまだちょっとアイディアはないことはないんですけども、ただねああいう切り口で考えたらまだ手をつけられることってあるんじゃないかなっていう風な、まあヒントというかね、入り口ぐらいかなと。あとやっぱり影山さんご自身も一生懸命されてることがあるんで、あまり私が出しゃばってもね、押し付けがましくなってもいけないんで、まあ少しずつかなっていうところと、あとは FX についても、FX はやっぱりこう、怖いことは怖いんですよ。ただなんで怖いかっていうと、大きな資金を失うかもしれないっていう、そこだと思うんですけども、実際デモトレードから始めて、デモで勝ち越せるようになって、で、リアルトレードっていう風に進んでいったら、いきなりじゃあ何百万なくなりますかって言ったら、これはまあもう今の時代ありえないんですよね。そもそも証券口座にお金を入れている以上の金額はなくならないってことが、なかなか FX とか投資事って分かりにくくって、昔はお衣装ってのがあって足りない金額以上に負けたらもっと出せって言われたんですけども、なんかねそれも結局証券会社を選べばお衣装なんて来ないっていうのが前提になってるところもありますし、
そもそも日本の証券会社もお衣装なんてもうね何年も聞いたことがないんで、もしかしたら解消されたのかなっていうところもあるんですよね。まあ、その辺もこれから実際に証券会社にお衣装って御社はあるんですかって聞くようなねライブ放送しようかと思いますんで、その辺も楽しみに見ていただければと思います。とにかく全ての疑問はこういったインターネットの情報発信とか情報受信によって私は解決できると思うんですよ。そういった意味で言うと情報は世界を変えるし世界を救えると思うんですよね。問題は自分が情報を取りに行かなかったり、あとは発信する人がまだまだ少ないってことなのかなと思うんですよ。あとは何を信じればいいのかってことははっきり言って分かりません。これ国が言ってることが正しいのかどうかも判断しなければなりませんし、やっぱりこう都市伝説的なものの中に本当のことってのがたまに出てくるんでね、厄介ですけども、そういった意味でもたくさんの情報にぶち当たっていくと情報を咀嚼する能力も上がってくるんじゃないかなっていうふうには思うんですよ。まあお互いにね会社に勤めてるわけじゃないんで、上司や会社ってものが最終的な責任を取ってくれるわけではなくて、やることなすことやらないことを全部自分たちでケツを拭いていかないといけないんで、そういった意味ではこれからもっともっとお互いにね、励まし合いながら洗練されていく、まあ、そんな人生をこれからもね進めていかなくちゃいけないのかなと思っているところです。まあでも本当そういったメッセージの朝のライブ放送を中心としたものがね、何かこう影山さんに届いてこういう風な関係になったのかなと思うと、私もますますねなんかこう身を引き締めていかないといけないなと思うところでございます。まあ改めて今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでね今ちょっとコメントが入ったんでちょっと読ませてもらいますね。私久保先生の塾生でもあり吉谷先生の塾生でもあります。初心者はメンター一人にしないとって周囲に言われたり自身の経験からそうさせていただいてますが、だったら最初から複数の塾に入るなよっていう批判も浴びています。その辺お二人はどう思われますかということですけども、私はね複数の師匠を持っても構わないと思うんですけども、全く逆の方向の師匠を持つのは混乱するからやめた方がいいと思うんですよ。そういった意味で私なりにね吉谷さんを評価すると、私と吉谷さんってやってることとか言ってることって大体一緒なんですよ。だからそういう意味では複数に使えても全然困らないんですけども、でもどっちか一個でも両方ともカバーできるんで、まあどっちかでいいんじゃないかなって気がしないでもないですね。影山さんはその何か人からね、例えば空手を教わ、空手やってますよね、はい、空手を教わるときに2人の先生2つのなんか空手道場に通うっていう発想はなかなかないと思うんですけども、もしそういう方がいたとしたら2人とかね2つの塾に行くことをどう思われますかっていうふうに聞かれたとき、まあ今空手でね例えちゃいましたけども、やっぱり1本に絞った方がいいっていうふうに思うのか、どの辺どういうふうに思われますかね。その辺そうですね、そうですね1本でしょうね。その空手に関してになりますけども、うん、基本的には1本というかそこである程度のその結果、例えば黒帯が結果としたら黒帯になるまでは1本でやっていくと。でそのまあその道場でその全国じゃなくてその個人個人で開いておられる道場で、うちは五十流なんですけども、その五十流やとその三段のとこまで取れるんですね、うん、3段のとこそれ以上は全国の試験を受けないと4段5段と上がっていかないんですね、うん、そういうふうになってるんですけども、その、道場のその3段、僕まだ初段の生っていう初段の中でこう一番一応 上の段階なんですけども、そこで止まってて、そのでそこからそれを取った後に道場にちょっと行けてない状態ではあるんですけども、例えばその自分が決めた、例えば黒帯まで取るとかそういう何かその目標を達成してからは、例えば違うところにその行くっていうのは、例えばその空手は今の僕先生でもう全部完結してますけども、例えば違うその武道の中にどんな種類がありますよね、うん、そのでそれをこう自分がそのそれをこうどうですか、取り入れるじゃない習得したいと、時はやっぱその違うところに行ってもいいんじゃないか、そこでまた新たにっていう形でまたそのこれを手に入れたい。だから僕は
その空手やってた時にやっぱり自分の体が自分の思ったように自分の頭の描いた通りに動かないといけないからですね、そのダンスにちょっと習いに行ったりとかもしたんですよ、うん、だから、うん、そのどうですかね、そのあ最初のだから質問とちょっと違うんですかね、はい、だから空手に関してはやっぱ最初自分が決めたその、うん、目標までは一本だよと思う、うん、っていう感じですね、はい、はい、ありがとうございます。で今質問いただいた方ね、私もやり取りを結構させてもらったんで、まあ、個別具体的なアドバイスをすると、例えばね吉谷さんからはコンテンツ販売を学ぶっていうふうに決める、そして私からはアフィリエイトを学ぶって決めるんだったら、これは二足のわらじでもいいと思うんですよ。でこの先生の一番得意なところはどこかなっていうのが分かるようでしたら、その先生からはこれを学ぶ、でも別の先生にはこの別の特徴があるなと思ったらその人から学ぶ。今の影山さんの話をねこう一緒にすると、蹴りを学ぶんだったらこっちの道場だよねと、防御を学ぶんだったらこっちの先生だよねっていう学び方があると思うんですよ。でもやっぱりね、何か人に教える人って基本的なものって全部整ってるんで、一人に決めて全部学べるんですよ。でビジネスを学ぶんだったらとりあえず毎月10万稼げるようになるっていう風になりたいんだったら誰から学んでも一緒です、それこそ一人でいいです。でも100万単位とか1000万単位を稼ごうと思ったら複数の先生が必要だったり、こっちの先生はやめといてこっちの先生に集中しようかなっていう選択の時は来ると思うんですね、まあ、ですんでまだねはっきりとコンスタントに稼げてないうちは誰から学んでもとりあえずいいんで、毎月3万とか5万をコンスタントに稼げるようになる自分を探していくことが最初かなと思いますね、うん、でそっから見分ける方法とか迷わない先生の選び方っていうのはできると思いますので、はい、とりあえずねこの辺に回答させていただきます。それではね和感瀬の影山さんにさらに質問を続けさせてもらいますね。はい、中木さんも今日も来ていただきましてありがとうございます。肝心なね和感瀬さんの紹介をしてもらいたいんですよ。はい、どんな年代の方の施術の実績が多いのかとかね、どんな悩みを持った方がどのような状態への改善をされたかっていうようなね、まあ、そんな施術の成功例みたいなのがあったらいくつかエピソードでいただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。はい、うちに来ていただいているお客様は基本的には、高齢の方、40代以上の方が、多いですね。それは男女問わずというところになりますけども、40代の方が多くて、最高は90代の方が、来ておられますね、歩いて来ておられますけども、うん、でですね、そのそうですね、その90代の方はその体云々もそうなんですけども、そのお話に来られてる、もちろん施術して、まあ、楽になったとかこういろいろ言ってはいただけるんですけども、そのなんかこうずっとね、その1時間いたら1時間ずっとお話しされてます、うん、それを僕はこうしっかりと聞いて、うん、でこうコミュニケーション取って、そのいつも言っていただける、今日もそうやったんですけども、そのあの影山さんずっとこううまいこと話聞いてくれるから ありがたいわみたいな感じの感謝の仕方をしていただけることが多いですね、その方に関してはね、うん、あとはまあ、基本的なことになりますけども、うちはリラクゼーションでやってるんで何かを治療するっていう形ではこうしてないので、うん、そのまあよくある肩こり腰痛でそのなんか凝ってるからそれをほぐしてほしいみたいな感じでこう来られて、それをこうやると。でもちろんそのいろいろ勉強している中でですね、うん、その前ちょっとあったのがその50肩の方がおられて、ちょっとこう半分ぐらいまでしかこう上がらへんとかいうところで、その50肩でもこう3種類ぐらいこう段階があってですね、その人はちょっともうどういうんですかね、その治りかけというか治りかけまでいってないんですけども、その最初の方 その痛みが出てる時期じゃなかったんで、その肩甲骨 その外側のあたりのその辺の、をこうほぐしていったんですね。でほぐしていって、でこう触ってたらまあ硬い感じがあったんですけども、
その周辺をいろいろほぐしているときにふわっとこう筋肉が変化したんですね。ふわっとこう柔らかくなった感じがあったんです。でその時にちょっと一回上げてみてくださいって言ったら上がったんです。っていうので、ほんでな、まあ、治ったっていうか、その、まあ、それそのことによってこう楽にならはって、ほんでこう、まあ、成功例というかそういうのがあって、で後日またこうご来店いただいて、そしたらまたやっぱりちょっとこう、まあ、その時にはそこがほぐれて良くなってるんですけども、またその生活の中で硬くなっていって、でまたやっていって、そしたらまたこう腕が上がるようになるという形がこうちょっとあって、それはだからそのほんまに痛みが出てる時はやったらあかんことなんですけども、そのある程度そのじっとしてる時は痛みが出ない時にこうやっていくと、それでまあ良くなったと。あと、あったんがそのバネ指の方がおられて、であるストレッチをするとその良くなったっていうのを僕はその聞いたんで、それをどうですかね、一回あの騙されたと思ってじゃないですけども、やってみてもらえませんかって言ったら、そのお客さんもですね、あのしっかりとこうやってくれ、その、うん、真面目にね、その家でセルフケアとしてずっとやってくれはったら、その皿が持てなかったんですね、こういうこう持つことができなかったんです、はい、それがもう普通に持てるし、もうバネ指でパーンとこう跳ねる感じになるんですけど、それがもうなくなって、今はもう普通に、生活されてるという、そういうのはちょっとありましたね、うん、そういう感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。やっぱりこう癒しとか安心ってものが多分和願瀬さんの大きなこの魅力の一つになってるのかなって改めて感じたわけですけども、もちろん施術の方もねきっちりされると思いますので、まあ、これはちょっとね私ね、多くの方に利用していただきたいなと思いますんで、これからも時に応じて和願瀬さんをね話題にさせてもらいます。ありがとうございます、はい、で健康とか癒しについて、はいはい、商売にしようと思うぐらい強い興味を持ったっていうのはいつ頃なのかなってこととか、まあそれにまあ今のような形でね自宅を店舗にしてスタートしようと思ったその動機なんてのはどういうふうにいつ頃お持ちになったんですかね。まあ健康や癒しの仕事、うん、今の仕事にっていうことですかね。そうですね。それですと、直接思ったのは本ですね、うん、本をこう読んでその整体師になろうっていう本があったんですけども、うん、それを読んだ時に、はい、いきなり読んだんですか。いやいろんなこう流れがあってちょっとはしょっちゃったんですけども、はい、そのまあ話が長くなって大丈夫なんですかね。その時間のリミットがありますんで、なんか誰かから紹介されたとか、たま自分が苦しんでる時に、はい、なんかいい方法ないかなと思って本屋に行ったらあったみたいな、そのぐらいざっくりとお知らせいただければと思います。なるほど。その僕がまあ簡単に言うと、農業、うん、をしてた時に、はい、一生の仕事やと思えなかったですね。僕あ、はい、でその時にこういろいろ探してた。ですやっぱり一生かけてこうやる仕事って何やろって探してた時に、本屋に行って、で本屋でその職業のいろいろ本が出てますよね。でその中でその、整体師になろうっていう本がですねこうなんかこう光ってたというか、なんかそんな感覚やったんです僕の中で。なんかそれに引き寄せられて、それを整体師の意味もあんまりよく分かってない状態でとりあえず買おうと思ってそれを買って、ほんで違う本も買ったりしたんですけども、うん、でその本を買ってその晩にもう読んでいく間にこれやなって思って、そこからこうそっち側へっていう感じですね、うん、なんかのご縁があったんですかねそれは。だから逆に言うとその運送業とかそういう仕事、前にやってた仕事がそんなに面白くなかったことが、うん、こっちにこう引き寄せてくれたっていう感じもあるかなと思ったりもしますね。うん、まあ、じゃあ大怪我をして、うん、でたまたま担当についていろいろと体を治してくれた人を見て憧れてみたいなよくあるパターンとか、うん、ああいうのじゃなくて本当になんかこう、うん、本屋に行ったらあこれだみたいなのに出会ったっていうことなんですよねきっと。そうですね。ほんでどうしよう、運送業ってその直接そのあんまりこう感謝されないというか、その感謝されるというかその別に荷物を出してはいハンコもらって終わりっていうところ、うん、
やったんですけども、整体師になろうの本を読んだらですね、うん、その中に主人公がいてですね、うん、で、ここから整体師になっていくっていう物語がその中にあったんですけども、うん、その中で、こう、おばあさんが来て、その人に感謝されて、はい、その、喜ぶっていう、自分のその修行をしたことがあり、で、それを読んだときに、あ、そういう仕事いいなと、こう、人に、こう、喜んでもらえる仕事って、それも直接ね、そうやって、やってもらえる仕事っていいなと思って、うん、そこから、この仕事やなという感じに思ったんですね。あ、なんか、それ分かりますね。やっぱりこう、お客さんがお金を払った上でありがとうって言ってくれたら、やっぱやってよかったなと思いますし、ありがたくいただいたお金もやっぱ大切に使おうかなっていうのはね、もうまさにお金を下すった人の顔を思い出しながらこう、うん、使おうかな、どうしようかなみたいなね、なんか尊いものに感じるのかなって思っちゃうんですね、でもその道をこう目指す時にやっぱりこう修行っていうのかな、なんかこう下積みとかね、施術をマスターする上での困難さとか、まあ、当然喜びもあったと思うんですけども、そういったものをちょっと聞いてみたいんですけど、なんか思い出すことあります？僕は最初はやっぱりお店のスタッフとしてね、働きましたね、うん、でそのスタッフの中でそのいろんなことをこう教えてもらってっていうのがありますね、うんうん、で最初はだからその接客の仕方からこう教えてもらいましたね。マニュアルみたいな感じでこう、うん、そのスタッフ同士でお客さんの振りをして、接客の会話をしていって、うん、この辺がええあかんっていうのをこうやっていってっていうこと、うん、そこからこう実際にお客さん入ったらまた全然また変わるんですけども、さっきのデモトレードと、うん、っていうのとよく似てると思うんですけども、あ、本当だ、うん、そので直接入って、ほんで施術すると、その施術はまあその自分の持ってるものしか出ないんですけども、うん、そこからこうやっぱ施術のこうことを覚えていくとか、でそういう感じですね。でそれもだからそのお店の方を、うん、まあ言ったオーナーとかいろいろ教えてくれはったんで、ほんであかん、そのオーナーもその商品として出さないといけないんで、結構厳しくしっかりちゃんと教えてくれはったんで、うん、でそれなりにもうこれやったらこうお金取れるなっていうところで、うん、デビューさせてもらえたんで、そういう感じですね、うん、でそっからこうやっぱりこう段階段階あって、その1年その最初の方はもう必死やったんで、1年ぐらい必死にやっていくんですけども、うん、もうちょっとこう自分の中でこう欲が出てきてっていう形ですね。でさっきの修行の話じゃないですけども、はい、僕が今考えると本当に修行としてこう入っていくのは独立してからの方がそのより学んでると、今もそうです、うん、今も毎日いろいろ勉強してますけども、そういう風な感じがあるかな、うん、だから修行はここで終わりっていう、あと実践だけっていうんじゃなくて、うん、なんかその学べば学ぶほど分からんことだらけっていうのが分かったら、うん、よりこう学ばなあかんなっていう感じになってきます、うんうん、それは日々新しいチャレンジにこうさらされて、まあ、それがなんかこうモチベーションにもなるし、頑張れねえけんなっていう風なね、まあ、一種こう切迫感にもなったりとかして、いい刺激を重ねてるんじゃないかなと思いますけども、やっぱりこう商売を自分でやっていく中でどうしても考えるのが、これからこの国の人口が減っていく、特に少子高齢化みたいなのがあって、私の思うそのまあ体を施術をして楽にするっていうのは、例えばね、中学生とか高校生が運動部に入っていて、で最高のコンディションを整えるために自分の体を任せるような人を探してるっていうのもあると思うんですけども、多分それは今回ね、影山さんにはどっちかって言ったら当たらなくて、もっともっと年齢の上の方がメインなんで、少子高齢化で、まあ、確かにお客さんが減るのは予想されるんですけども、まあでもどちらかというと高齢者が増えていくってことを考えたら、お客さんと一緒に年も取っていくし、それから高齢者はこれから増えていって、年を重ねれば重ねるほど人っていうのはやっぱりこう体の悩みが出てくるんで、なんか追い風になるような気もしないでもないんですけども、その辺少子高齢化などでこの影山さんのされているビジネスっていうのは今後どういう環境になっていくのかってことは考えたことあります？そうですね、そのもちろんそのレベルは違いますけども、そのお医者さん的な感じにこう
なっていくかなと。そのお医者さんっていうのはそのなんか困った時に行きますよね、うんうんうん、そういうののそのパーソナルというかその1対1でこうお医者さんを見てもらえると思うんですけども、そういう中の一つにこうなっていくというか、その必要なものとして、もちろんそのリラクゼーションの範囲内ではありますけども、その中でこうそういうのを求める人が、どんどん増えてくるんじゃないか、だからまだ何もこう一回も受けたことないっていうね、そういう施術みたいなものを受けたことない、そういうのは信用できひんっていう言わはる人の話も聞いたことあるんで、だからその辺がこうやっぱりこれをやると楽になるとか、そこでいろいろ教えてもらったことを自分で実践すると自分のその生活が楽になったり、その行動がしやすくなるとか、そういうことがこう分かってくると、もっとこう必要になってくるかなという、確かにね。やっぱりでもこう自分の体を施術してくれた人がこの世の中にいるっていうこととか、自分の体をこうねお世話してくださる方がいるっていう安心感っていうのはなんか計り知れないような気がするんですよ。例えばあるお客さんが影山さんのところに施術に行きました。その人は多分ずっとそのことを思えていて、またなんか肉体の困ったこととか実際にダメージがあった時に真っ先に相談されるんじゃないかなと思うんですよね。相談しないまでも多分頭に浮かんでいて、いざとなったらこの人だっていう風に思っていただけるのかなと私なんか思ってしまうんですけども、そうなった時に私が思うのはね、これからはまあ主治医ではないんだけども、自分の施術をお任せするこの人ってものがだんだんこうニーズを増してくるのかなと思いますので、そういったことを広めるためにも実際の施術も大事なんだけども、私はこういうことをやってますよっていうふうな情報発信っていうのはもっともっと多くの人に必要とされるんじゃないかなって気がしますね。ますますお互いちょっとこう情報発信に努めていって、はい、もうあなたの体は大丈夫です、お任せくださいみたいなね、そんなとこまで行ってみたいなと、なんか羨ましいような気がしますね。私にはちょっとそういったところができないんで、私はやっぱりこう金銭的な悩みをね解決することがメインなんで、ただよく言いますけども、人生お金だけじゃないって言われたら私はちょっとねどうしようってなっちゃうんで、その時はぜひお金だけじゃないっていう人は影山さんとか行ってくださいっていうふうに私もね言えるようになりましたね。ちょっと助かりますね。ありがとうございます。はい、まあお互いそういった方面でもちょっとね少子高齢化に立ち向かっていけないかなと思うわけですけどね、私たちも少子高齢化の高齢化にこれから入っていくわけですから健康でいたいですね常に、ね、はい、で次のねご質問になるんですけども、はい、現代人の悩みとか体の身体的な問題ありますよね、まあ、健康を害する原因、これ私も日々考えてこれなのかなあれなのかなっていうふうに試してみたりとかするんですよ。例えば食事のこととかね、それから軽い運動とか、あとはリラックスするための睡眠とか、それから音楽を聴いてみるとか、自分の感情をどうやって扱うのかなっていろいろ考えるんですけども、影山さんは現代人の悩みとか身体的な問題とかね、まあ精神病というのも増えてきました、こういったのってどういったところに原因があるって思います？まあいろいろ今あると思うんですけども、そうですね、一番はストレスかなというふうにこう思いますね。そのストレスっていうのはその生きている限りこうかかってくると思うんですけども、それをいかにこう逃すというか逃したりとか、その強いそのストレスの強さとか、そのストレスをあまりこう強く感じにくいこう鈍感さというか、そういうものであったりとか、そういうものがあればですね、そのだいぶその病気からは遠ざけられるんじゃないかなというふうに思いますね。もちろんその食事とか、そのストレスに強くなるのも食事やったり運動やったり、そういうことをこう整えていくっていうのも一つこうあると思うんですよね。それによってこうストレス強い状態を作れるかなと思ったりこうしますね。やっぱりそうですよね、そのストレスをどう扱うかっていうところが、その辺がこう年齢重ねていくと、そのいろんなバリエーションをこうみんな持ってはると思って、それをこう
僕もお聞きするというか、うん、その例えば長生きされてるお客様にこう普段何をされてますかとか、うん、どういうふうにこう考えはるんですかって、考えはるんっていう言い方はしないですけども、こう話してると大体の人が穏やかですね、うん、その90代でこう、まあ、90前の人もいはりますけど、お話ししてると大体穏やかで、でやっぱりくよくよしないと言わはります、うんうん、それと、まあこれは年いってからのことですけど、年いってからの人はその何やったかな、言い方があったんですけどね、まあその日やることがあるとか、なんか行く用事があるとかね、そういうものが ある人はやっぱりその長生きするとか、うん、そういうこと、うんうん、確かにね、そのストレスっていうんですか、毎日楽しいとか嬉しいって感じてたら体は悪くなりそうないような気がするんですよね、うん、そうですね、うん、だからそういった意味も込めて、私の場合は多分ストレスを感じないのは映画を見るからなのかなと思うんですよ。なんかスカッとするやつとか、最後は正義が勝ったりとかね。この前ネットフリックスで地面師っていうのを見たんですけども、はい、あれは悪役が主人公なんですけども、なんか悪役の思い通りになってよかったなっていうのね、なんかこう、まあ、悪に順応する自分もいたりとかして、ちょっとこうなんか昔のねヤクザ映画じゃないですけども、まあ悪いことが主人公になってたら、それになんかこう感情移入して、まるで自分がやったかのような気持ちになることによって、なんかスカッとしてね、ストレスがちょっと消えていくとか、もちろんヒューマンドラマ見てなんかね涙を流してみたりとか、なんかこうカンフー映画を見てね、ちょっと体を動かすような気になってみたりとか、なんかその私はね、情報コンテンツからいただけるストレス解消ってものすごく多いなと思うんですよね。で、一言で言うと、希望を持つことによってストレスって結構なくなるのかなと思うんですよ。多分ストレスの多くが過去とか未来からやってくるのかなと思うんですよ、うん、将来に不安を持ったり、過去の嫌なことがあって、それをやっぱりさっきの言葉から言うと、くよくよしてると、過去のこと10年前20年前のことなのに今日起きたように思い出しちゃうと今日もつまんなくなっちゃうんで、だからやっぱり今を生きるって言ったらね、ありきたりの考え方になると思いますけども、でもそこに答えがあるのかなと、うん、あんまり先のことを心配しすぎても今日がつまんなくなっちゃうし、あんまり昔のことを持ち出してね、今日不愉快にしてもなんかもったいないしって感じで、今日はまっさらで未来にも関わらないし過去にも関わらないっていう風に、まあ、考えられればいいんですけども、そういう考え方ができないんですよっていう風な方がもしいたら、若瀬さんに言ってくださいという風にこれから言おうと思います。はい、コメント外読ませてもらいます。私はストレスが肩こりと肩甲骨が硬くなって血圧が上がって体調がおかしくなるので、リラクゼーションマッサージのお店行きたいですが、1時間1000円のお店が多く高すぎるので諦めてしまいますが、節約して数ヶ月に1回ペースで行けばいいのかなと。あ、間違い、10分で1000円。まあ、この価格に関してはやっぱりこうね、サービスを提供する方も生きていかなくちゃいけないので、じゃあ10分30円でやってくださいって言ったら、とてもじゃないけども大赤字でこっちが潰れちゃうという話になりますんで、どっかの金額で落ち着くところはあると思うんですけども、でもね、お金がない方のためにお試しでなんかサービス同然の価格でね、初回はなんかすごく安いですよみたいなのをちょっと利用してみるとかね、それからまだ腕が未熟なんで、ただでいいからやらせてもらえませんかみたいなモニターっていうのも多分あると思うんですよ。あとは今日ね、このライブ放送の最後の方にもしかしたら影山さんからびっくりしたプレゼントがあるかもしれないんで、最後までご覧ください。あと20分弱だと思いますんで、最後まで見てくださいね。はい、お楽しみにね。確かにでも施術って一人の人が、しかもまあ言ってみれば大の大人がやることなんで、子供のお小遣いって言ったらね、ちょっと失礼な言い方になるかもしれませんけども、数百円でコンスタントにやってくれるところは、まあこれ存在しないですね。やっぱりその人が長い時間かけて費用をかけて修行してね、自宅を本当は住むはずの家をお客様のための場所にするわけなんで、やっぱりそういった意味でも結構まあ投資というのかな、施術をされる方の負担ってのも結構でかいんでね、あまりにも儲かんないとやめようかって話になっちゃうんで、そこその金額にはなると思うんですよ。ですんで余計に私思うんですけども、初回のサービスってのをやってるところが多いんで、この今日ねコメント品田さん書いてくださいましたけども、初回サービスのところをね近所で探すと結構あるんじゃないかなと思うんですよ。
で、そういうふうな切り口で、まあ、別にただ乗りするってわけじゃないんですけども、ぐるっと一回りね、初回サービスのところを使ってみて、気に入ったところにはそれこそちょっとね、数ヶ月に1回ぐらいのペースで行くっていう形は取れるのかなと思うんですけどね。確かに、まあ、お金っていうのはいろんなところに使わないといけないんで、リラクゼーションだけにね、毎月何千何万円使いましょうっていう話はとても無理なんで、その辺は可能な限りのペースってことになっちゃいますけども、そういったなんかね、特典を使ってみたらなんか割と上手にやっていけるのかなって気がしますね。特に都心部ってのは競合してますから、新規さん欲しくって、なんかダンピングが結構あるような気がしないでもないんですけども、逆に私の土地はね、施術してる方そんなにいないんで、田舎なんで高止まりしてます価格はでも結構本当に生き残ったところらしいね、高いレベルのサービスやってくれてすごいいいなと思いますね。私が実際に行ったことはないんですけども、体験者の方はもう本当に10年ぐらいの付き合いでやってるみたいですから、だからまさにお客さんと一緒に事業者が年齢を重ねていくみたいなね、お中元とかお歳暮とかね、やり取りしたりとか、まあ、お客さんと野球見に行ったとかってね、なんか羨ましいな、俺そういうの全然ないなみたいに思っちゃうわけなんですけどもね、そういったことももしかしたらね、影山さんとお付き合いをする中で、まあ人生の共有っていう瞬間も出てくるかもしれませんので、ぜひね、今日境に影山さんとも直接の関係を持ってみてください。はい、まあ、その他ね、いろいろと話してきたんですけども、和願瀬さんは多分癒しとか安心とか、それから実際の施術によって、まあ、体をねリラックスしてくれる、筋肉をほぐしてくれたりとか、快適な気分にさせてくれるところもあると思うんですけども、まあ、その他ね、どんな問題解決がこう和願瀬さんにはあるのかなってことをね、もうちょっと深掘りしてみたいんですけども、これは言っておきたいみたいなのあります？そうですね、まあさっき王さんが言っておられ、言っていただいたことが大体当てはまるかなと思うんですけども、あとその僕がまだね、まだまだ勉強中で、まだまだ修行中なんですけども、そのお客さんに来ていただいた後にそのお話聞いてる中で、その何か問題があると、そのお客さんの何かこう困りごととか悩みに関してですね、帰られた後に自分なりにこう調べていって、その解決できる可能性があるものをこう提供できることはあるかもしれないですね。それはこうなるべくするようにこうしようとしてます。で、うちは一応その公式 LINE があってですね、そこの LINE に登録していただいて、でそこからこうご予約をいただいている形にこうなりますんでですね、その一人とこうやり取りができるんで、ここでこう個別のこう動画を作ってみたりとか、何かこういうもんがありますよとこう伝えしたりとか、そういうことはこうしたりはこうしますね。それはむちゃくちゃいいじゃないですか。まあ、ありがとうございます。マンツーマンでね、やり取りができるってことですよね。まあ、ですんで今日ね、お越しいただいた方、今日 LINE の連絡先も多分教えてもらえると思うんで、もう必ず LINE に登録して、自分はこんな体の悩みがあるんです、心の悩みがあるんです、人生の悩みがあるんです、なんかよくわかんないけど話聞いてもらいたいんです、野球はカープが好きなんです、阪神が好きなんです、もう何でもいいんでとりあえずつながってみてください。この笑顔を見たらね、お分かりだと思いますけども、きっと皆さんの気持ちを受け止めてくださると思いますんで、ね、このぐらいプッシュしておけばいいでしょう。ありがとうございます。いや、でも本当付き合いやすいんで、毎日ね、今もライブ放送も始めてくださってますしね。まあでも毎日は結構大変なんで、ほどほどのペースでいいと思いますからね。ポスティングもされてるし、その他ね、山登りもしているみたいなね。山登りってすごいですね。でもね、私聞こうと思ったんですけども、山登りって、なんか本当になんかこう、なんですか、専門の装備を身につけて、なんかこうテレビドラマみたいにこうやって登っていくんです、それともなんか登山コースみたいなのこう軽く行く、そうです、登山コースみたいな、はい、だからハイキングコースって言われるような感じですね、一応でもね、靴はやっぱり登山靴を買わないといけないし、靴もやっぱりその結構その上の方が寒かったりするんで、ちゃんとした服装で行くっていうことですね。じゃあ登山が終わった後の
なんですかね、クールダウンも和願瀬さんにお願いしたら、あ、登山やった後なんか疲れ取れたわみたいなね、そんな心配もないってことですよね。もうね、素晴らしいじゃないですかこれ。はい、じゃあね、ぼちぼち今日も大詰めになってきましたんで、ちょっとここでね、本日の影山さんライブ放送の感想と、視聴者さんがね何名かいらっしゃってくださってますんで、視聴者さんへの最後のご挨拶をちょっと何分かお願いしたいんですけども、お願いします。はい、今日は皆さん見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。一応まあ緊張しながらこうさせていただいて、でズームも正直初めてこうさせてもらって、これで追ってんのかどうかって言って思ってたんですけども、なんとなくこれでいいんかなと。まあ久保さんにねずっとリードしていただいてっていう形にはなりましたけども、うん、まあそれでまあこういうのもね新しい経験としてですねさせてもらえて、まあ非常にこう久保さんには感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。で、見ていただいた方にちょっとお伝えしたいというか、その僕は今思ってることで言うとですね、結構精神的にも肉体的にも、結構今ピークというか、そのいい状態を保てているんじゃないかなというふうに僕なんかはちょっと自分で自画自賛してますけども、そういうふうに思うんで、やっぱりその施術者がそのいい状態で施術することによって、そのお客様はその癒されたりこう楽になったりするっていう、可能性が高まると思うんで、もしね興味持っていただければですね、ぜひちょっとこう連絡を取っていただければ嬉しいかなというふうに思います。はい、はい、よろしいですか。はい、はい、じゃあね、今日あっという間に小一時間過ぎてしまいました。はい、皆さんもうね、待望の、まあ、連絡先はいただかないとしょうがないと思いますけども、はい、連絡先とね、私ねプレゼントがあるんじゃないかなと思って期待してるんですけども、はい、この連絡先ともしね無理なければプレゼントの発表をお願いします。はい、ちょっとこの、対談の、スペシャルコースを作らせていただきましてですね、はい、それをこうちょっとありえない価格で提供しようかなというふうに思っております。ちょっとこれ見せ映ってますかね。まずこれ、はい、映ってます。映ってますか。しっかりほぐしコース90分6600円。これに結構お値打ちですが、これにプラスして、お、足つぼコース30分が、ちょっと値段が見えないですね。3300円。9900円ですよ、2つ足したら。そうですね。それと去年僕が作ったコース、これですね。ドライヘッドスパコース15分までついて。そうですね。はい。それが、ちょっと価格が見えませんでしたけども、それがあるんですね。ドライヘッドスパコースはちょっと安めですけど。880円。はい。これを合計するとですね、10,780円ですよね。まあそんなもんだろうなというふうな気はしますけども、なんとなんとこの見ていただいた方だけにこの値段であ、ちょっと1980円が見えましたよ。いや、これいいんですかこんなことして。ただしですね、ただし1980円なんですけども、これで行かせていただきたい。あ、そうですよね、やっぱりね、3名様限定で、はい、早いもん勝ちとさせていただきたいというふうに思います。はい、10,780円を1980円で3名の方限定で。これはすごいですよ。まあ問題はあんまり遠くだと行きたいけど行けねえよみたいなね。確かにね、それがインターネット放送の弱点ですね。あ、そうです。沖縄で見てましたとかね、ニューヨークで見てましたっつったら安いんだけどさ、もう飛行機代高いよみたいな話になっちゃうんでね。だからその辺はちょっとね、皆さんが皆さんにメリットってわけじゃないかもしれませんけども、このぐらいの気合を込めて皆様のために頑張りましたってことはね、十分伝わったと思いますので、今回1980円っていうとね、私も今お財布の中にありますんで、歩いて行けるもんなら行きたいなというところでございます、うん、皆さん。まあでもこれね、3名様限定なんですけども、はい、まあ3名が埋まるまで1年でも2年でも5年でもやるってわけにいかないんで、多分期限も切らないといけないのかなと思いますんで、大体何日ぐらいまでこれは有効になるんですかね。はい、もうこの
アーカイブが上がって、うん、全く関係ない人もたまたま見ちゃって、もしかしたらねお隣さんが見てるかもしれないんで、明日にでもこんにちはって言うかもしれないです。あ、いつ頃までにしましょうか、これ有効なの。どうしましょうか、その期限がね、そのはい、うん、いやこれあんまり長くやってもちょっと引っ張りすぎになっちゃうんで、まあ長くても1週間ぐらいじゃないですかね、うんうん、だから今日17ですから、お申し込みが23日祝日日曜日の、まあ、23時59分ぐらいまでかなと、多少過ぎたのはまあ多めに見るってことで、うん、まあ、一応1週間ぐらい切ってしまえばもうあとはごめんなさいねってことにしとけばいいんじゃないかと思うんですけど、1週間ぐらいどうですかね。そうですね、長いですかね。いや、1週間で干したら、はい、させていただきます。だから24日になったらもう締め切らせてもらうというか、はい、そういう感じで。そうそれはしょうがないですね、皆さんね、気づくのが遅かったらちょっとね、あ、昨日で終わりかみたいな人もいるかもしれません。はい、なんかありました、東京からそちらまでの往復交通費は、これはねご自身でお願いします。これはそうです、ね、ここからも出ません、うん、ここまで出したらもうね、あの影さんもね裸足で逃げないといけなくなりますんで。はい、でもこのぐらいの気合を持ってね、サービスの価格をぐっと落として、しかも施術には手加減なしですから、もうさっぱりすっかりヘッドスパまでついてますよってことですよね。はい、そうです。はい、じゃ あこの頑張りをね皆さんに伝えられたいということで、改めてちょっと価格の方を見せてもらっていいですか。こちらですね、1万780円が1980円。これもう見たことも聞いたこともないですよ、こんな値引きは。はい、なんかねローレックスのバッタものがね1980円で売ってたみたいなことを香港で私見ましたけども、買って帰りましたよ、もう。税関で取られたけど、まあ、すごいです、本物ですからね今回はね。あ、本当ありがとうございます、ここまで無理していただきまして。いいえ、こちらこそ、ぜひあの申し込みがあるといいなと思います。それからあの連絡先などはどの辺からいいでしょうか。今ちょっとミス、QR コード、うん、でこれ LINE のQR コードになるんですけども、これで、はい、あ、これ大丈夫です、これで皆さん写メ撮って LINE の登録できると思いますんで、こちらの方和願瀬さんね、よろしくお願いします。皆さんいいですか、あと3秒出しておきますからね、123、はい、 OK です。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今日はあの和願瀬さんのリラクゼーションサロン和願瀬さんの院長影山さんをお招きして対談をさせてもらいました。ご参加いただいた方皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ね、ありがたいですね、こうやってライブ放送来ていただいて、ありがたいですね。はい、はい、でこっからまたアーカイブにも出ると思いますので、私の録画がミスってなければ、そちらの方からのお申し込みもご期待いただければと思います。はい、はい、ちなみに品田さんから、交通費は自分で払うと東京から往復でいくらかかりますか。これはね滋賀県ですからね、どのくらいになりますかね。まあ、東京からだと一息かかるんじゃないですか。新幹線 2,3 万とか往復するんじゃないですかね。ちょっとすみません、あのはっきりとは分かりませんけれども、新幹線ご利用になると思うんで、まあ弁当代とかね、あのタクシー代とかを込みにしたら、まあちょっと5万円ぐらいあった方がいいのかなって気がします。お土産も買うと思いますんで。ちょっとすみません、今は計算できませんけどもね、あのそんな3000円とか4000円では多分往復できませんので、僕はちょっとね、あのお気持ちはあると思いますけども、すみません、あのお気軽な金額ではないと思います。できれば県内の方とかね、同じ市内の方の方が交通費はそんなに負担にならないのかなと思いますので、東京からだとさすがにあの費用結構かかっちゃうと思います。はい、申し訳ありませんけども、その辺はそれぞれでご計算ください。はい、まあ、でも本当ありがとうございました。あの iPhone からご参加いただいた方も今ね退場されたのかな、まだかな、はい、影山さんも皆さんにご挨拶して今日は終わりましょうか、時間も来ましたんで。いや、影山さん本当ありがとうございました、お疲れ様でした。こちらこそありがとうございました。皆さんありがとうございました。じゃあ時間が来ましたんで終了になります。また次回のねズーム対談、あのもしかしたらまた第2弾影山さん特集あるかもしれませんのでご期待ください。そして明日朝5時半からまたね、私の方ではライブ放送もありますし、影山さんの方もねライブ放送コンサートにやってくださってますんで、チャンネル登録、影山さんの YouTube チャンネルをあの LINE と合わせてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあまた明日よろしくお願いします。影山さん、お願いします。お疲れ様でした。はい、じゃあ失礼します。退場します。